って感じです。どういう顔してるの？えってことなんでしょうね。徳倉だけは潰す。徳倉さんの中では怒ってますね、これかなり。生駒の悪魔はここで形相を もうものすごいことに変えていきましたよ。まあ、組み合わせはベガラシードになるでしょうね。そうですね、この2人はもう普段からよく対戦してましたから、うん、そして土倉は初日ガチ君に3対1で負けてしまっているというのがありましたね。うそうでしたね。やっぱりユリアンの頃からちょっとラシードは苦手にしててなるほど、なベガにしてからはかなり良くなったとは言ってましたけどね。うんうん、そんなに組み合わせとしては嫌じゃない印象はありますね。どのような展開になるでしょうか。ドグラベガ対モケラシードの試合です。ここまでドグラかなりいい内容でようやく、まあ、勝ちがついてきたという。そうですね、先ほどね桃地戦はかなりいい内容で、はい、本人も大満足だった勝利だと思うんですけど、モケは、今日はザンギさんにやられちゃった、はい、そうですね。ちょっと何としてでもここで踏みとどまらないと残りはちょっと厳しいかもっていうところですかね。正念場となる試合です。まずはダッシュを通したドグラが、モケの体力をわずかに削っていっている。しかしここで8強待ち、モケが返して、やはりどっしりとした展開ですね。垂直ジャンプ、アブニーと押し返していく。この垂直ジャンプは、ラシードの硬直の伸びた3強パンチに確定させるための動きではあるんですが、 そこに対してモケもすぐさま対空のフラップスピン空中ヒットからの連続技でダメージを返していきました。ハイクしっかりと返してモケがいいペースです。そしてこちらもホバーキックを読んだ、しゃがみキックを読んだ垂直ジャンプ、おっと対空でやったところですが少し難しかった。なるほど。そして画面足三角飛び警戒するのはドグラ、ここはアサルトネイルから発動するのはモケ。小倉はこのスライディングを匂わせていきます。ここですぐさま発動、タイプアックスからの攻め展開していく。モケもしっかりとガードでしのいでいます。残り時間30秒。ああいいですね。風乗りミキサー五分の状況を作って画面足に押し込んだ。ああなるほど、あえてですね、タイプクラッシャーを警戒させて攻め込んでいく垂直ジャンプ。なるほど、モケも垂直ジャンプ。残り時間が15秒です。ここも使わず有利な状況、もう一度、ここも使わないの、出なかった。おー、あー、EX ブラスト。そうですね、はい、最後のおそらくボタンを押したと思うんですけど、まあ、間に合わなかった、ちょっと間に合わなかった感じだとは思いますね、うん。まあ、今のそのダブル2プレスからサイコクラッシャーを警戒させて後ろに下がらせて中足を打つっていう、そうですね、V スキル2発動中、あの非常に強力な攻めをドグラは通していきました。立ち込ましてけん制していく、ドグラが優勢です。押し返していきます。しかしモケのジャンプ、しゃがみ強パンチのクラッシュカウンターが通って、またしても今度はドグラを画面下に追い詰めるんですが、やはりこのレガの突進力も非常に画面下から脱出するエーダー非常に強力です。お互い V トリが溜まっていますが、この画面下モケはゲージが3本ありますので、どう使っていくか。いや中押し、いいところでゲータが通っています。金額ここは投げ、ウィリバサル返してモケのチャンス、画面下デリリバーか、あーっと、分かった、いろいろある、竹の毛結果まだ大丈夫ですね。上から、落としづらい、おー入れたって、入れ入れ入れ、おーよくつなぎましたね、今今の。そうですね、ちゃんとねガードするタイミングでコパンを押しておくことによって、はい、使っていたらあのようにコンボにつなげられるっていう見事な対策見えました。モケが取り返して3ラウンド目ですが、モケのゲージがもう3本溜まろうというところです。ドグラは1本、やはりじっくりとした展開になっています。サイコはスカーブラストで押していく。そして溜まったゲージを使って、おー玉抜け、飛び道具無敵を持っています。この空中イーグルスパイク、これを使って位置を入れ替えながら EX ブラストを抜けていきました。ドグラの中足がやっぱよく当たってますね。プレッシャーをかけて後ろに下がらせることで下段のしゃがみ中キックを当てていくという、非常にいい内容、倒しきりには至らないでしょうが十分なダメージ。ドグラがチャンスです。しっかりと投げ抜けの空振りを捉えました。まずはドグラ、
ジョージやっぱりゲージを吐いちゃってて、うん、なんかしかもその時はダメージが取れてなかったんですよね、ドグラ側が、はい、で逆にモケ側はゲージはめちゃめちゃある状況だったんで、うん、優位に進めていくのかなと思ったんですけど、なんか適度な EX デビリバーとかで相手になんか防御を強いる行動をすごいしてて、あで防御を強いるんだけどうまく下段も刺すから結果的に体力リードもすごいできて、うん、なんか勝ってたなって感じしましたね逆にちょっとモケがその溜まったゲージをあんまり使えなかったですよね、はい、そうですね、使えなかったっていうのは本当敗因ではあると思います、うん、逆にこのドグラもそのやっぱ ESR にちょっと打たせないような距離や状況を作っていたというところでもあると、カウンターから繋いでいきますドグラ、垂直ジャンプがちょっと機能していますか、痛い打撃、これはゲージが2本あれば十分倒しきれるでしょう、ゲージをしっかり溜めて立ち強キックでフィニッシュ、ドグラがかなり流れを持っていっているような、そうですね、ドグラが用意しているしゃがみ台パンチを殴ろうとしているこの垂直ジャンプなんですけど、はい、モケが前中パンチでね、狩りに行ってるんですけど、おそらく狩れてなくて、そうですね、そうです、むしろ相手の垂直の台形を食らってしまっているので、これらのそのリーチの長いジャンプ強キックに負けてしまってますよね、はい、そうですね、だから現状なんか垂直が置き得になってて、うん、確かに、そうですね、そこに対してモケが付き合わないのか、もしくはもっといい正解があるのかで、これですね、通っています、すごくね機能してるんですよ、ダブル2から、うん、ここはしっかり対空、そして立ち強キックからアーシファにつないでいきます、そしてシースピンミキサーをレベル2で止めて置き攻めに持ち込んでいく、スターゲットが溜まっていますが EX ダブル2で押し返していく、また垂直ジャンプ、内野しからの発動、モケのゲージは溜まっていますが痛い、あーこれは大きい、出なかった、ちょっと遠かったからちょっと難しかったですね、そうですね、はい、迷っちゃいましたかね、踏みつけて置き攻めバックステップ耐えたか、おっとこれはいい一撃になるか、ゲージがすごい溜まってますよ、あー投げ誘い、これはミキサーからのアルタイル、これはどうでしょうか、残らない、アリル、いやあのね、投げ式を誘ってね、はい、有利フレームから小形にすることでね、はい、投げの確率をなんか上げてるんですよね、印象なんですけど、あの硬直が短いからおそらくすぐ投げが来るだろう読みの投げ式を出さされるという、いつもはね大攻撃を打って硬直長いんで、はい、後ろに下がれる時間も長いから結構投げ式ってしづらいんですけど、そういうさせるための飛び込みでしたね、ジャンプジャッキを使うことで相手を惑わせたという展開でした、のタイルが残り半分です、アーシュは発動して逆転の糸口としたい、しかしここでドグラも早めにジャンプすることで画面の中央で戦うようないい位置取りしています、これドグラの V ゲージも溜まったのでモケとしてはやっぱりしゃがみ大キックを警戒したいですよね、弱い、しかし確定していません、そうですね、このホバーキックのいいところは分かってても強い確定を取るのがちょっと難しくて本当に噛み合わないとね、なかなかリターンには変わらないので、ダブル2、そして攻めをつないでいく、モケはちょっと苦しいか、ゲージは1本あるんですがドグラは V トリガー最高のナイトメアを発動しています、そしてその中でどっしりとこう立ち回っていく、そしてあっためたいいダッシュが通りました、さらにサイコテールでめくったドグラ2連勝、いい内容です、やっぱラシードって後ろ下がりが速いキャラなんですよ、うん、あそうですね、そうです、でガード手段として後ろに歩くっていうのがすごく強いんですけど、はい、やっぱドグラいいところで中足置いてて、はい、後ろ下がりしたいところに置いてるんですよね、だからこのように当たっててすごい体力リードにつながってますよね、模型のその守り方というところの癖もちょっと読んでるかのような技打ちですよね、しかしここは模型がいいペースで進めていきます、亀足ちょっとそのモケの飛び込みがかなり良くてちょっと落としづらそうにしてますよね、そうですね、結構ガードさせられてるんで、うん、もうガードさせた時点で飛びっていうのはもう勝ちなので、はい、そうこの回数が増えれば増えるほど蓄積ダメージ上がりますね、ただここでそのしゃがみ強マッチ4打垂直ジャンプからとんでもないリーダーを取っていく、いや打撃残っているがしのげない、スタンゲージがあとわずか、いやジャンプで逃げてアーシュまで時間を稼いだ、なるほど、飛び飛び抜けていく、たまむ敵一概で変わりました、ゲージを1本払ってスタンの危機をモケしのぎました、ただドグラが前に出ます、さらにこれ最後チャージ抜けられない投げ技から、あこれはどうだ、似たが来るぞ、ホバーから爆発力を取ってさらに有利な状況を展開させたの下段、ここでまた決まりました、中足、いやこれでドグラがリーチです、ナ
対応非常にいい。ここはダッシュしゃがみ中間でついに垂直に対して対応を見せました。さらに投げスタンチを貯めていく。ドグラどうするか。 V ゲージも溜まっています。わーちょっと空振ってしまいました。ちょっと遠かった。なんか前に出るところを止めていく。模型技打ちがいいぞ。完全投げ上からこれは落とせない。うわ暴れていく。だがしっかりガードも。そしてゲージを1本使って倒し切りました。今のちょっと読みづらかったですが、まあ投げ抜け誘い下がり噛み合ったというような感じでしょうか。そうですそうです。やはりこういう無敵技もガードできるのが投げしけ誘いのすごい強いところなんで、はい、ただねやっぱベガ相手には無敵技をガードしようってもともとは思わないところなん で、ね、そうドグラ側も当たるだろうで打ったんですけど、ここはいい感じで噛み合いましたね。お互いにゲージを失ってのラウンド3、依然ドグラがリーチ。特徴パンチからゲージを使ってダメージと、わーあー読み勝った。スターまで持ち込んだ。ただこれはどうでしょうか。残りそうです。ただ投げで終わる体力になってしまったぞ。小足から前に出る。ギリギリを入れ替えたんですが、いやこれは苦しい。ジャッキックマイナス3から最速で消去打ってましたよ。この一番期待値の勝ちやすい選択を取りましたね。ドグラが3連勝で模型を破りました。